おはようございます。ノリーズプロスタッフの中川龍河です。今回は、おかっぱりではなくこのレンタルフィールドのイルカ駅にやってきました。イルカ駅は僕のガイドしてるフィールドの一つでもあって、で今は季節としては5月中旬で、プリから、まあ、アフターで、まあ、回復系もいるかなっていう状況で、いろんなタイプの魚がいると思うので、いろんなルアーを使いながら釣っていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっととりあえずチェックということで、まずは深ベイトからこれでサーチしていきます。まずはちょっとバスの様子を見ながら、これで食っちゃえばいいんですけどね。とりあえずなんか昼からちょっとだけ風出るかもしれないから、今のうちにちょっとトップの方が多分早いんで、トップでサーチ。けどいつもだったらなんかもうすでにチェイスあるぐらいなんですけど、ね、まだない。ないっていうか見えないだけかもしれない。止める系やってみる。もうちょいゆっくり。ウェイクプロッププラス。レイダー海のウェイクプロッププラス。で、こういうのもついてきてパコンって食うから、来たら見えます。おっしゃ、おっしゃ、マジ、来た。うわ、バレた。最悪。最悪。バレた。いや、出ましたね。今、多分40ないぐらいでしたけど。けど、トップで出ました。ウェイクプロッププラス。これで。いやけど、まあまあまあ。出るだけいいですね。けどウェイクプロッププラスちょっと激アツかもしれない。このお出た、うわ来た。だけど可愛いぞこれは。うい、1本目出た。まずは1本目、ちょっと可愛いですけどウェイクプロッププラスで。丸飲みフラットいきます。これのシェイキーをやっていきます。前回の撮影で田辺さんとバスエリックスやらせてもらったんですけど、ちょっと田辺さんのそのシェイキーっていう一言で、あれシェイキーいいんじゃないかと思ってちょろっとやってみたら、まさかのすぐ釣れるっていうシェイキーをちょっと今回も試してみようかなと思って、もうこの一点でこうチュン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 つって、一点でこうひらひらさせて移動距離を抑えながら引くっていう、これが今回も効くのか。まあ基本的にカバー際とかに投げてこう引いてくる感じで、多分アフターとかも増えてるだろうからいいと思うんですけどね。ちょっと風もあるし、表層だと引っ張れないような魚を少しだけ沈めて、こう。そうですね、多分シャット系だと多分あんまりできないんじゃないですかね、リップついててってなると。まあ、あとそのギル食ってるから今、結構シャローのやつは。
ちょうどいいですよね、これ。さあ、今ちょっとシャローをずっとあっち面からずっと流してきたんですけど、朝一はあのレイダウン海のウェイクプロッププラスで反応あったんですけど、そっからがちょっと追いが遅かったりとか、まあ、出てこないことも結構多かったんで、ちょっとシャローがちょっと良くないかなっていうので、ちょっと昼ぐらいからはフリーリグとか、まあ、ちょっと一段下を狙ってやっていきたいなと思います。ちょっと一昨日ぐらいに降った雨が結構影響が大きくて、一回ちょっと10センチ20センチぐらいは水減ったと思うんですけど、多分雨で一気にバンって水位が増えて、多分それで水温が下がったりとか、そういう影響もあって、多分バスのレンジも多分減衰した状態のままでバスが動いてない状態でシャローには刺してないっていう感じなので、そういうバスがちょっと一段下にいると思うんで、そういうバスを狙っていきたいと思います。エスケープチビツインのヘビキャロ、 21g のヘビキャロで、ちょっとこれで外側をやってみます。でヘビキャロは僕の中ではフリーリーグとかより早く動かすというか、早くサーチできるリーグで、そのリーダー分の長さがあるんで、その分こうワームがナチュラルにふわってなるっていうのと、あとこう動かすの早くてもしっかりステイ入れれば、そのリーダー分でふわーってなるんで、ナチュラルに誘うことができるっていうので僕は対応します。でメインラインがフロロリミテッドハードバスの14ポンドで、リーダーがグランドマックスの 2.55 で、多分リーダー一ヒロぐらいですかね、そんぐらいでやってます。シンカーはビーツ TG の 21g、僕の基本が 21g で、でちょっと反応悪かったりとか離したりとかそういうのがあったら 17.5g とかちょっと軽くしてって使っていく感じです。で今このリグなんですけど、上はこうフリーにしてます。その食った時にこのここにストッパーつけちゃうと結構違和感で離しちゃったりするんで、上フリーにして、で下に流儀のコンボストッパーの L をつけて、この結び目にこうやっぱ当たっちゃうんで傷つかないように、でフックはチビツインと相性抜群なダブルエッジの10で、これでやるとこうバランスがめっちゃいいので、こうふわっとのシンカー状態でこうこんな感じでナチュラルに誘えるっていうリグです。ちょっとこれをひとまずやっていきます。サイズはちょっと可愛いか、ちょっと可愛いけど、ちょっとおいし、きたーヘビキャロー、きたーチビツイン、ヘビキャロで、きた、やっと食わなかったりしたけど、すっぽ抜けたりしたけど、やっときました、チビツイン。
ワンノットとかじゃなくてこういう外側のブレーキとかあったらでかかったりするんかな。まあけどあれですよね、絞りづらいですよね、やっぱめっちゃ広いから。待て、バスだ、バスだ、バスだ。いた。うわ、逃げた、マジ。おっと、おっと、浮いてきた。でかい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 。でかいでかいでかい。ちょっと待て、ちょっと待て。頼む、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 頼む。オッケー、来た、あんた。でかっ。ちょっと一段下、ジャークしたら、そのまま浮いてきて、パコン。来た、フット。これやばいっすね。来た、リードミノミット。110ミットで。そのまま浮かしてくんじゃない。いった。うわ、くっそ、マジか。やられた、やられた。今そのまま巻いてきたコースにバスが近くにいたから浮かしたらヒューって言ったけど、こぎる。頼む。おい、来た。グリップこぎるで。ちょっと今レイダーミノ巻いてたんですけど、ちょっとなんかバスがふらーって見えて、そのままピューって巻いてきてレイダーミノ浮かしたらビューって来たんですけど食わなくて、でもちょっと最後時間もないんでついてたこぎるを投げてバウバウしたら来た。いいサイズ。よし、今日はこれで締めですね。来た。今日はちょっと朝から雨ということで、昨日フカベイトとかやったんですけど、こうまっすぐ引いてくる系のルアーにちょっと反応があんま良くなかったん で昨日ちょっと朝ウェイクプロッププラス反応良かったんで、今日もウェイクプロッププラスからこれから始めてみたいと思います。昨日は多分朝の1時間ぐらいで4発ぐらい出て、多分朝がチャンスだと思うんで、朝のうちにトップで釣っておきたいです。なんかこの感じだとウォッシャークローラーとか投げたいんだけど、あ、なんかガチャ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 系で、はい、
もっとですね。お、なんか波紋が今来ません。置くと、うわ、マジ、なんで、なんで食ったじゃん。全く乗ってなかった。やっぱバスでしたね。なんか波紋来たと思った。幻覚じゃなかったです。波紋がやっぱ、けどやっぱなんかショートバイトなんでしょうね。お、来た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 、急ぐ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 、よっしゃ、オッケー、マジ、回収でついてきたやつが止めたら食ったぞ。これ引き上げれる。来た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 、ピッて止めて浮かして放置したらパクッつって、ほい、とりあえず今日の1本目は、今日もウェイクプロッププラスでした。多分もう止まないんだろうな、風なんか吹く一方な気がする。ちょっと風吹いて食わなくなっちゃったんで、チビツインのヘビキャロ 21g、 ちょっとこれをやってみます。よし、ヘビキャロ、いや多分すぐ食うと思うんだよな、昨日の感じだと。けどサイズがちょっとあんま出ないこれ。くた、くた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 。うわ、話したかな。うわ、抜けた、くそくそ、抜けた、ほら抜けたっていうかかかったけど、おっしゃ、オッケー、でかいんじゃない、おっしゃ、でかい、結構でかい。チビツイン、チビツイン来たよ。よし、いける、いけるか、頼む、やばい、頼む、頼む、オッケー、やばい、来た、チビツイン、うい、来た、来た、でかいわ、これは。おい、チビツイン、ヘビキャロー、さっき食いミスったけど取り返した、きた。お疲れ様でした。今回は5月中旬という季節で、スポーニング絡みでちょっと気難しい状況ではあって、でバスも積極的ではない状況だったんですけど、いろんなルアーを駆使してイルカ池を楽しむことができました。イルカ池は僕のガイドをしている一つのフィールドでもあって、で季節によって水位の増減がかなりあって、まあ、シャローで釣れたりディープで釣れたりとか、いろんなタイプのルアーで釣ることができるフィールドでもあるので、皆さんももしよければイルカ池に遊びに来てください。